まず準決勝石田慎也、今までもう数えきれないぐらい戦ってきて一番負けたくない相手ですし、まあいろんなところで名勝負名勝負って言われてきて、東京でやるのは初で、試合あいつの試合見せたいっていうのも今回あるのはあるんですけど、やっぱ結果が全てのトーナメントなんで、今回はそれを全く無視して、勝負なので勝ちを狙いに行きたいと思います。次戦う岩本さんとは、まあ、何度か試合はしてるけど、まあ、今回は、まあ、前回の風戸さんと同じように、まあ、僕がチャンピオンになる土台になってもらおうかなと思います。そしてこのトーナメントで優勝して、まあ、無宿のみんなができなかったことを僕が一人でやり遂げようと思います。まあ、ちゃんごも無宿を捨ててよ、お前もいろいろ紐解けば、まあ言っていいのか分かんねえけどな、ドラゴンゲートに捨てられた人間だ。おいちゃんご、まあいろいろあっただろうけども、がっちりやるぞ。優勝する気満々だし、まあ優勝するのは俺しかいないだろう、まあなんだかんだ言ってね、田村和弘の対角線に立つのはこの俺しかいないわけだ。腕立てとかなんかやってたけど、俺は今のあの人の考えてることは分かんないけど、俺のあの人に対する気持ち、感謝の気持ち、尊敬の気持ちは全く変わんないから、これはヒートアップのベルトのトーナメントは抜きだ。俺は新井さんの前に堂々と立つ。